グラストのロゴマーク、フェルミのロゴマークグラストの概念図運用予定2008年5月に、ケープカナベラルに到着したグラストデルタツーロケットで2008年6月11日に打ち上げられたフェルミガンマ線宇宙望遠鏡で検出されたガンマ線パルサーの分布が無成分のガンマ線パルサー。フェルミの広角望遠鏡で検出された光子から、厚生フェルミガンマ線宇宙望遠鏡は、 ガンマ線観測用の天文衛星である。以前はガンマ、デイラージエリアスペーステレスコープと呼ばれていた。ガンマ線検出機として、大面積望遠鏡とガンマ線バーストモニターの二つを搭載する。2008年6月11日16時5分、GMT にデルタツ千7 9 2 0 h ロケットで NASA によって打ち上げられ、2008年8月から運用が開始された。 アメリカ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、スウェーデンの政府機関、研究組織による共同研究である。2008年2月8日に NASA はグラストに新名称を付けることを提案し、2008年8月26日にフェルミガンマ、レイスペーステレスコープと改名した。フェルミ望遠鏡は2013年8月11日に 当初予定していた5年間の観測ミッションを終了し、2018年まで観測を続ける延長ミッションに移行した。この5年間で1200以上のガンマ線バースト、500回以上の太陽フレアを観測した。フェルミ望遠鏡は、大面積望遠鏡とガンマ線バーストモニターという2つのガンマ線観測装置を搭載している。ラットは2 0メ e から3 0 0ジェ v 以上の エネルギー帯域を覆う、高エネルギーガンマ線の検出、撮像装置である。全天の約20%の視野を持ち、装填観測を行うことを目的としている。活動銀河、超新星残骸、パルサーのような高エネルギーガンマ線天体に加え、暗黒物質、宇宙船、星間物質も研究対象である。これとは、総合的に、 GBM は8ケ部から30メブのエネルギー帯域でガンマ線バーストのような突発天体の観測を行う。コンプトンガンマ線観測衛星に搭載されたイーグロットの光景である。GBM は14のシンチレーション検出器と地球上では捉えることのできない帯域のガンマ線バーストを捉える。アメリカチームの研究機関、編集日本チームの研究機関、 編集ドイツチームの研究機関、編集オーストリアチームの研究機関、編集アイスランドチームの研究機関、編集イタリアチームの研究機関、編集スペインチームの研究機関、編集フランスチームの研究機関、編集スウェーデンチームの研究機関、編集。ありがとうございます。